っと今見せたいクリエイティビティっていう。あとは使えない話はやめようと思って。使えない。今とか大丈夫だよね。はい。なんとか大丈夫だよね。はい。うん。多分。うん。決めてる？今後ですか。もう私は引退するって言わないっていう。生涯現役で。も変わってるし、うん、今の女優さんたちの方が大変かもしれないよね。今デビューしても仕事もらえないかもしれない。今デビューしますって今日決めてるの。自分が世に出るのって半年以上過ぎてからじゃない？そうなんだよね。なんかもうなんか今それだもんね。そう。前だったら3ヶ月ぐらいだったもんね。今は多分半年以上寝かされちゃうと、うん、モチベーションが保てるのかなって。もうどんどん吹けてくんだけどって思う。でもね、取っちゃって活動し始めたらいろんなこと言いたいじゃん。言いたい。承認欲求もあるしさ。あるの承認欲求ある？私はあまりない。私はあまりないけどでしょ、周りの人たち見てるね。そうね、うん、私は別に言いたい人だけ知っててくれれば。うんうん。いや、私たちって何なの、ファンの人のために書いてるからね。うん、こうですよみたいなね、うん、でもちょっとファンに始めちゃってからあんまりちょっとツイッターを更新しなくてさ、ちゃんとなんかツイッター更新しないかなと思う。本当はそっちがいいんですよ。私ずっとツイッターばっかり出てファンティアで怒られてる。いや、いいよ、いいよ、だってちょっとほら、上げてればいいんだから。そう、まだ更新ないんですかとか言われて。え、でもどれくらい上げてる？月に。やばい時はもう月に2本ぐらいしか上がってない。月に？かわいそう。とってもかわいそう。X では載せられない写真は載せてますので。うん、載せてます。だからね、みんなね、みんな見ていただいて、ね、パーティー始めて。もう1年経ちましたよ。そうだね、4月。そうですよ。去年。5月ぐらいじゃないですか。そうそうそう。ね、なんか踏み出せない。一歩踏み出した。どんなもんなるんだろうみたいなね。どうしようって言いながら。一緒に聞きに行ったね。もう詰まってますから。全然詰まってます。あと何食べたいから、うん、いや大丈夫です、大丈夫です、合わせます。え、何したらいいですか。何でも、何か食べたいもの、別に肉だって足りないでしょ。まあ全然何でもいけます。全然あとだからスープとか、スープ飲みたいですね。スープ、人さんめっちゃ溜まってます、ね、そうなのよ。食べてください、うん、食べてください。じゃあ切るともあるかなと思って、結構ダラダラ喋ってるなと思って。大丈夫ですよ。どうにかしますか。うん、心強い、うん、かっこいい。あとは使えない話はやめようと思って。使えない。今とか大丈夫だよね。はい。なんとか大丈夫だよね。はい。うん、多分、うん、でもさ、あとどれぐらいやるの。何を活動。え、あ、なんか大丈夫ですか。うん、裸に行く。決められないので決めてほしいと、はい、まあ、適当に、テグタンスープが飲みたい。テグタンスープ、OK です。決めてる？今後ですか。もう私は引退するって言わないっていう。生涯現役で。私たちねで勝手に、はい、言ってます。なんかもう3年5年仕事がなくてもいなくなったと思われてても引退したとは言わないみたいな。もしかしたら死ぬ前に1本ぐらい取ってくれるかもしれないし。いや、私はもうやめますけど。私はもうやめますよ。本来ね、20周年でやめますよ。そうなの？今すごい難しいんだよね、今ね。だから、うん、来年の8月で20周年だから、うん、そこの区切りを最後に、うん、その発売で終わるのか、うん、そこを最後の撮影にするか今悩んでる。うん、いや、もう体力が、うん、あと一番長い2017年に復帰して今2024年でしょ、うん、今までで最長なのよ、 AV 女優やって。偉いって。偉い、偉いよ、偉いけども、どっかの刻みでやめないと。もう、うん、いや楽しいんだよ、楽しいんだけど、うん、楽しいんだけど体がね、うん、体がつないっていうと、なんかあと変えたい自分の生活を。うん、でも現場は好きだからさ、うん、なんかね、裏方みたいなまたやりたいです。監督すればいい。いや、まあ、みんなに言われるんだけど、監督なんて、なんとっていいか分かんない。分かんない。私たち演者だからさ、エロって何がエロって分かんないな。こういう作品が面白いとか思うし、うん、女の子は頑張れって言えるのよ。分かんない。そうなの。AD はできても監督はできないね。うん、うん、
あと何かやりたいことある？やりたいこと、うん、その友田真希で今は友田真希でやりたいことっていうのはあんまりなくて、うん、なんか今すごい大きい目標がないな。わかる、目標がないのよ、うん、でこの一回台湾行ったじゃない、うん、TAE に行った時に、あれ来年も行くの？いや、わかんない、わかんない、うん、わかんないけど、ちょっと日程的にちょっと無理そうだったからちょっと悩んじゃうけど、うんうん、え、もう何決まってんの？決まってた。へぇ、あの多分向こうのお休みなんだよね、お彼岸みたいな、で祭日になってるのかなとか、連休で多分そこに合わせてるんだと思うんだけど、その時にまたその写真集を作ったりカレンダーを作ったりみたいな、なんか自分で、まあ、制作物をしたけど、うんうん、新たに取り下ろしてはいないの。取りためてたやつ、このパンティア用に実は取りためてたのがなかなか出しそびれてたりとか、だってすごい取ってたもんね、いっぱいね、用意してね、うまく扱えてなかったものをまとめて出したんだけど、それもまあまあ楽しかったからいいんだけど、そこのを乗り越えたら今それが目標だったから今年、うん、まず前半の、うん、TI がね、そう、うん、そっから今経験してみて、はい、燃え尽き症候群状態で、あ、そうなの、なんか燃え尽きてはいないけど、うんうん、まあ、とりあえず目標はね、1個ね、うん、クリアした、クリアした、かっこいい、今揃った、今クリアって歌作る、クリアって歌作る、わかんないけど歌ってみる歌ってみようか。トモさん歌を歌うんですか？歌を歌います。カラオケ好き。あ、カラオケ好き。うん。お箱は何なんですか？お箱。今度3人であれだね。レミちゃんと3人でカラオケでも行く？行きましょう、ね、また。歌いながらなんかね。まあ、歌いながらって、この間もなんかカラオケボックスで3人で、打ち合わせ、あれは初めてだったからだよ、ファンティア。だけど、そう。あれはファンティア。一個も歌わないで私たち、ファンティア真面目に打ち合わせしたよね。不安だから、初めて始めることに、ね。ファンティアって歌う。で、月額いくらにすればいいのかな、いくらだったら未知の世界とか、私は自分たちになんか、ね、値段つけられない人たちなんですよ、ね、価値を見出してないから、だってみんなにさ、ね、こういうのがいいんじゃないって言われてきた人間だからさ、自分たちでね、そうなんだよね、私はいくらで売るって言わなきゃいけないわけでしょ、はっぱっぱパンパッパーでパッパッパー、私8並び、うん、いくらだっけ、私980円です。なんかこれ嫌だね、なんかね。主婦っぽいですよね。980円の女。そうね、980円。今980円、いい肉食えるかな。1500円ぐらいにしとけばよかったかなとかさ、うん、思うけど。うん、それはなんかね、ね、多分、うん、違うんだよね。もう一個また作ればいいんだと思う。また後でそれ喋ろ、うん。道具とかも作って、うん、なんか見放題にして、うん、1500円で作った方がいいかもしれない。うんうん、それをでもさ、そのコンテンツを定期的に上げていくのの力がないの。私とりあえず1年間、1週間に1回頑張ったよ。うん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 、1週間に1回上げるぞって頑張った。ちょっとブログ的な感じにした。じゃあ、グラビアを。グラビアを、うん、グラビアとか4パターン、うんうん、月に撮って、うん、それを1週間に1回、うん、写真とちょっとオフショットっぽいのを上げて、グラビアって、新作グラビアって言ってあげてる。私なんか今もう本当ブログになっちゃってよ。ツイッターよりは、うん、あの全部上がってんの、その動画みたいな。動画あとね、監督と撮ったやつ5分ぐらいあると思う。まだ残ってる。まだ残ってる。友田さんはあの編集も自分で。友田さんね。友田さんはじゃなくて。あ、友田さん。そう、友田さんは。やってもらって。撮ってもらった時には編集もお願いしてます。だけど自撮りでやったものは自分で編集します。そうなんですか。うん。何使ってる？アプリ。アプリ？うん。方法はね、なんだって急に。なんだね。動画に関してはやっぱり私もう一人いないとダメだから、自分で勝手に撮ってちょっとやってもらいたいね。今これあの iPhone の、うん、iMovie とかも使うし。すごいアプリの数だね。ちょっと今見せたい。クリエイティビティっていう。クリエイティビティは勝手に iPhone が作ってくれるの、カテゴリーを。そうなんだ。だからビジネスとかもあるんだよ。iPhone が勝手にやってくれたの。
私やってない。iPhone じゃないから全然わかんない。私はやってない。やばい、またババアだからもう電線がこんなになっちゃって飲んじゃってるからこんなで。大丈夫？あとなんかあれじゃない？あとどれぐらいですか時間？別に適当。適当。適当とか。いや、そうか、あの田村さんほら、全然タクちゃんを呼び出さないんだけど大丈夫よ。大丈夫。仕事終わるときにさ、あのマネージャーにさ、あと30分通りますとか言って連絡したことがないからさ、今まで。今までの人生の中で。送りがないから、ね。時間読むの難しいんだよ。いや難しいよね。難しい。撮影だと最後のシーンで呼ぶようにしてる。うん、最後の絡みのシーンとかね。うん。だいたい、まあ、1時間ぐらいかなって思ったら連絡するようにしてる。でもそこから終わった後に髪の毛洗ったりとか。そう。私全部洗って帰るから。うん。そう、私いつの頃からか、うん、全てを現場に置いて帰る。うん。でも出会った時からそうだったよ。出会った時からだいぶ早い段階でそうしてるのよ。うん、全部忘れちゃうの。うん、いいんですよ。私も忘れるよ。だ台本とかも忘れちゃうから、うん、今新作で出てるこの作品のなんかエピソード教えてくださいとか言われると、うんうん、みたいな。あと今すっごい時間がだからその4ヶ月5ヶ月経っちゃうから余計忘れちゃうよね。私も最近なんか今まではさ結構自分の作品さ覚えてたんだけど忘れちゃってる。なんかそう忘れちゃって、うん、本当に忘れちゃって、うん、でも忘れてるよいつも。表4のね裏、うん、パッケージの裏とか見て、うん、あスタジオここだからとかなんか、うん、そういうのを一生懸命こう、うん、本当に私何したっけなみたいな。忘れてる。忘れてる。申し訳ないよね。うん。パンでさこないでさなんか。これの翔太さん足を怪我してましたけども、うんうんうん、全部分かった。そうでしたっけみたいな。鳥大丈夫ですか？鳥はどこに？これどこでもいい。これいいです。Thank you。ありがとうございます。ます、うん、あ、ありがとうございます。鳥に Thank you って言っちゃった。友達みたいに Thank you って言っちゃったんだけど今。すみません。いいよ。鳥。鳥も美味しい。うん、うん、うまっ。豚だけでいいんだっけ、ここ豚もあったよ。あ、おいしい。美味しいね。でもさ、ここの塩も美味しいんだよね。うん、多分、うん、うまっ。さっきの塩も美味しい。うん、うまうま。もう一匹ぐらいいきますか。ありがとうございます。いただきます。どうぞ。サボトリはありがとうございます。それまたちょっと余裕があるというか、またあれだったらみんなでまた泊まりたいね。そうね、温泉みたいな。うん、もう大きくなったし、大きくなったし、一緒にみんなで本当にプールとか行きたいね。うん、なんかこう暖かくなってくると冬眠から覚めたようにいろいろ行動し始めるじゃん。そう、私は特にね。ね、うん、まあ、ようやく目覚めたって言ってたもんね。ようやく目覚めた、4月に、うんうん、もうそういうペースじゃないの、多分あの1年間をこう1年間を過ごせないんですね。なんかこう楽しい刺激的な新しい体験があると、うん、なんかいいなって思うけど、あのこの業界にいてさ、うん、もうほら何年も経ってるとさ、うん、もう動きが分かるわけさ、うん、で新しいものがないからさ、私はね、ダメだね。でも1年間頑張ったよ、ファンティアは本当に。この間 100投稿を見られたらしくって、そういうのをなんかね、あのファンの人が聞いてくれるって大丈夫。まあでもね、もし今年あれだったらやりましょうよ。やりましょう。やりましょう。小田さん編。はい。やった。神社とは。そっからこういう。まだおいくつお持ちですか。あ、じゃあこれならいくらいくつ欲しいですか。翔さん食べますか。食べます。あ、大丈夫です。あとで食った。うん、僕は行くんで。はい。じゃあとりあえずは二つ。はい。はい。どうぞ。はい。私でも一番最後に食べよう。え、何をですか。冷麺。いやー、冷麺もいいね。うん。食べる。冷麺も食べたい。手で半分こしょっか。いや、まだ肉ありますからね。食べますよ。全然まだ行きますよ。はい、どうぞ。これ変わった、はい、あ、網一回変えてくれて、すいません、また網を。いいです、いいです。食べますか。辛いのいけますか。これは絶対で食べちゃう。